皆さん、こんばんは。はじめまして。日本文化科2年の通リアと申します。よろしくお願いします。これから私はリョークについてのスピーチをします。私は昨年12月に海岸のマランリョーしました。これまで17人の友達と一緒に行きました。私たちはホテルに泊まりませんでしたが、テントを立てました。 土曜日晩6時に友達と集まりました。準備をしました後で一緒に行きました。午後11時にティ海岸に到着しました。そこで私たちは二大担当を建てました。とても暗いでした。そしてテントで休みました。日曜日の朝4時に起きました後で日照を見ました。とてもきれいでした。 そこでいろいろな写真を撮りました。それから歩いてでコンダンマラ海ンへ行きました。1時間かかりました。コンダンマラはきれいな海岸でした。そこで友達とサンドを遊びました。とても嬉しかったです。コンダンマラ海岸後で歩いてでトルクアスマレへ行きました。遠いと真ん中の森の小道を通いました。 恐れましたが、楽しかったです。タルクアスマラで到着しましたので、爽やかでした。タルクアスマラはとてもきれいな海岸でした。波は大きいでした。清水でした。そこで私たちはいろいろな写真とビデオを撮りました。そしてテントへきました。テントで一緒に食べました。 そして準備をしました。家に帰る前に私たちはマランステジュールでいろいろ,い,いろいろなお土産買いました。それで私たちは帰りました。私のリオコは好かれましたが、とても楽しかったです。忘れら、ま、れませんリオコでした。マランの海岸など行きたいでした。これで 私は、リオコネスウィてのスピーチを終わりました。ありがとうございます。